春木場選手の魂のラジオ。始まりました。春木場選手の魂のラジオ、うん、のカラーズ所属パーティーメイソン株式会社スマイルの、トップライバーの春木場選手でございます。KAG カズと申します。よろしくお願いします。これさ色悪くね、俺だけそんな色ね、ワニの皮みたいな、絶対落ちる。そう、表ね、裏見てた僕、ね、ワニの皮みたいな色とか言ってた。ワニの皮みたいなの木だよ、ただ木。あれ取れんのかね。ええ、あれ URL いけんのか。あれじゃ取れないんじゃないの。やってみようか、やってみようか、やってみ、いけるか、いけるか、URL、あ、読み込まない読み込まないじゃん、意味ないじゃん、これ色濃くした方がいいかもね。それだったらワイプに出しておいた方がいいじゃん、ね、そうだよ、近くでやってみようかな、近くでやってみようか、話しててもらって、うん、ちょっとやってみて、いけるかどうか、画面に向かっていけるかどうか。あ、あ、見ましたか収録だから、収録みたいにさ遊んでないで、収録だからとか言って、そうなんだ、そうなんだ、遊んでないで、いいよ遊んでて、どうやったらいい、俺その間喋ってるから、喋ってください、うん。まあこの放送は、ブルボン、東芝、稲葉物置、ロッテが、提供になってくれたら嬉しいですなってないんですよ、なってないですよ、なってはいないんですよ、なってないですよ、勝手に言ってます。なったらいいな、言うだけただから、なったらいいな。だってさ、ブルボンってさ、あれそれなりません、画面まで近づけたけどなりません、本当、あとで局長、今日10本持ってきてるから、10本、うん、10本でこう爪剥がしちゃう、ね、というわけでございます、はい、は音楽か、この今かかってる BGM は、ほい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 、毎回毎回言わせてもらって、こちら今かかってる曲はソノクワイトというアーティストのステインという曲でございます。で、この曲ですね、ソノクワイトというアーティストが歌ってると言ったんですけれども、こちら私の姉上でございます。うん、みんな知ってるよ。みんな知ってるよね。これ見てる人は。今日初めて見た人は知らない。そうだから、うん、そうなんだと。そうで、こちら今出てきました YouTube チャンネルが今ありまして、僕が、うん、まあ、役者をしていますので、はいはい、まあ、僕とあと音楽をやってるそのクワイと2人で何かやったら面白いものができるんじゃないかということで、うん、いろいろとね作品あげてます。うん、僕が歌ってるのもあれば、うん、ソノが歌ってるカバーもあればオリジナルもあれば、うん、僕が踊ってるのもあれば、僕がメイク動画上げてるのもあれば、うん、女装するのもあれば、それにしても俺も辛口だよな、うん、毎回毎回これ見るたびにさ、うん、雪の花はこれ寄せすぎだよ、寄せてないだよ雪の花は別に、あれいいよね、でも雪の花なんかさ半分眠たそうな顔してるからね、あんな感じを白目だよそれそれ白目だね、うん、そうということでね、ぜひともチャンネル登録をしていただけると嬉しいです、うん、ね、チャンネル登録してください、ください。さあ今回は春木さんが企画書を作ってきたということで、あ、そう手動で毎回ちょこちょこ変わるけどね、僕がやったり、うん、とりあえずトレイルの宣伝まで行かないといけないじゃん、はいはいはい、うん、いつもね最近トレイルをね、うん、忘れてしまうほどの安心感、俺ちゃんとトレイル言ってんだけどさ、トレイルからちょっと俺になんか言ってきて、ありがとうございますとか、ほんと春木さん、ね、トレイルフレッシュです、ありがとうございます、あ、それが言ってくれたの、その空間説明しろよ、お前サブだろなんだよな、これね、オゾンが発生することによって、うん、ウイルスとかをこうクリーンにするという効果があるみたいですね、うんうん、高濃度オゾン発生器、はい、取れるフレッシュオゾンとイオンの力で空間をクリーンにして、うん、香りもいい感じにして、うん、空間も清潔にして、うん、素晴らしいぜと、うん、香りはね、プールみたいなね、そうだからそこまで強くない、塩素ほど強くないよね、うん、だけどタバコを吸う人とかはね、あーでもねそれはね言えてる、タバコの匂いの匂いとかそういうのはないなくなったりとか、あとはなんだろうね、どこオフィス、うん、車と車にも使える、はいはいはい、USB だからこれ、トイレとかね、うん、どこにでも置けるということで、うん、結構ね広い範囲をクリーンにするんでしょう、カバーしてるね、なんだっけ12畳分
12畳か、すごいね、うん、でこれなんか16畳推奨らしいけど12畳が一番適してるらしいね。で交換用プレートもね、ほんとねカシャッとはめるだけでね、カートリッジ式だからすごい楽。月1交換2週間に1回ぐらいかな、実は俺使ってます。ほう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 、私がやってるクリニカホワイトでは使っております。クリニカホワイト、それ何ですか、はい、あのセルフホワイトニング、ね、セルフホワイトニング流行ってるよね。アットホームな感じでね、うちはやって55インチのテレビを見ながらみんなでね、素晴らしいですね、うん、ねえって言いました。ね、どうした、どうした、こいつオープンだね。あー、そういうことね、そういうことね、みんな行ったら笑顔になれるということで、うん、でもね、あのみんな歯が白くなるからね、笑顔が増える、うん、あとでその説明をしようと思って。おー、はいはいはい、うん、いいんじゃないかな。さあ、取れるまで終わります。そう、ね、これどうやったら借りれるんだっけ。これはですね、取れるに興味を持った方、あ、ぜひ、トリゴヤーズーリ、FM、はいはい、ホームページの方からでも検索していただいてもよろしいですし、このツイッターの方ね、見えねっつんのこれ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 アズパン FM で調べてもらえれば、うん、アズパン FM でツイッターの方から DM でもよろしいですし、はいはい、していただければ、こちらの担当者から連絡が行くようになっております。ちょっとね、今ねすごいね大殺到中らしく、へえ、人気なんだ、人気で、ちょっとね時間がかかるかもしれませんが、ほうほうほう、まあそこまではかかんないで、まあ、俺 もう言うて2週間ぐらいで手に入ったからね。お、今のところレンタルしかないんだよね、うん、あ、レンタルだねこれは。ただね、その代わりね、壊れたりとかしたら無料交換してくれるんで。お、保証素晴らしい、ね、保証はすごいよ、いいね、うん、だからね、あのただ儲けようとは思ってないね、はい、無料って言葉に弱いからみんな、ね、そうで月5000円でね、うん、はいはいはい、で大きさはちっちゃいし、本当ねペットボトルぐらいの大きさで、うんうん、うん、色が黒いからね、どっかスッと隠して、確かにね、うん、景観を保つ、今ね放送事故、産業事故放送事故、景観を保つ、これね、あのあれだよ、ZIPFM、 ZIP っていうあの愛知の ZIPFM だったらね、間違いのこう来られる。ああ、そうなんだ、うん、3秒なく3秒と来られちゃう、こんなこと言うぜーって言って、なんか誰だってすごい面白い、ジェームスっていう人が20何年かやって、へえ、偉い人、知らん、知らん、知らんけど、知らん人のジェームス、うん、知らんけどね、はい、でじゃあ1曲目の準備はできてるのかな。おおお、いいですね1曲目の準備をさ、してほしい理由があって、何、今回1曲目ね、俺結構好きな歌なんだけど、おお、あのね、音楽を聴いて、あ、この歌いいなと思ったんだけど、実はギャミソンだった。あらら、みんなに言われた。でもこれ結構いつだ、2000何年とか、だいぶ古い歌だと思うんだよな、ね、これ多分姉ちゃんとか好きなんじゃない。あ、僕も好き。あ、そうなんだ、うん、兄弟それって好きなの。好きだね。林、林、安則。あ、そうそうそう、安則好きよ。あ、そう、ハイド派だけどね、この歌は好き、うん、うん、いいよね。本当はね、20th Century Boy にしようかなと思った。あー、じゃじゃーん、じゃじゃーん、そうそうそう、あっちの方がいいかな、じゃじゃーん、じゃーん、だけどね、アシッドブラックチェリーにしたね、おーの、あのね、眠り姫。お、いいですね。いいでしょう。はい。ちょっとね、みんなでね、ちょっとおセンチになってもらいたいな。ああ、ちょっとね。今時おセンチって言わないで。言うよ。どうぞ。おセンチ言うよ。おセンチ。センチって何？音がつくとちょっとなんかいやらしくなっちゃう。拾うなよ。引用踏むぞ。俺引用踏む覚えたんだぞ。引用でもらって。はい、調子はどうだい？イカれた兄弟だろ？終わったの早いのよ、みんな。3つぐらい行きたいよね。だからヒムロックしか知らないよ。ああ、ヒムロックもいいですね。ということで、1曲目いきまーす。アッシュブラックチェリー、ABC で、はい、眠り姫、どうぞ。
いい曲。あ、眠った？うん、眠り姫だったら寝てたよ、ほんびっくりした、寝息が聞こえると思って。うん、いや、眠り姫だったら寝ちゃってたよ、姫じゃないけど、ついうっかり寝ちゃってたよ。ほら、ほら、つくつく始まったね。あ、つく始まりました。つくじゃないのよ。姉ちゃんつくつくじゃ、つくり込まれてっから。あれ、ノーバディも宣伝したっけ？もう一回行こうか。いいや、別に。ノーバディ登録してください。うん、はい、あ、でもね、ソノの歌はいいと思うよ。ソノの歌はいいよ。俺、自分が配信の時に全て再生ってボタンを押してずっとかけてる。ありがたいございます。で、あのカズの、あの3月9日とか来たら飛ばすもん。あ、僕が飛ばしてる、うん、僕いいよ、カエンとかもいいよ。ちゃんね、俺ね、ほんと申し訳ないぐらいにね、音楽うるさい人だから。僕の声が嫌だと、うん、歌が嫌だと。音外れてると思ったらすぐ飛ばしちゃう。あ、そう。ひどかったじゃん、前回ここで歌歌った時もさ、あの練習の時一発しか練習してないけど、その時にさ、はい、音外した、はい、音出てない。ああ、あれ、ちょっとギターをね、方がいらっしゃいましたけど、聞きながら、その時にさ、一弦の音が外れただけでさ、はい、音外した、言ってたね、はい、音、はい、音な、鳴りきってないとか言いながら。職業病だろうね。ああ、なるほどね。母親とかのさ、それでオーディションとかやってるじゃん、うんうんうん、楽器とかのやつがさ、サックスでもドラムでもさ、そういうのがさ、10台とかバー並んで一緒に弾いてるところをこう聞いてて、あ、イナンバーさん結構ですとか言ってるから、なるほどね、職業病でなっちゃうんだろう、今も芸能系だってやってるもんね。やってるね、まだやってるね、うんうん、でも俺は表に出る人じゃないから、裏でこう音を聞いたりとか。なるほど。そう、だからさっきもそう、それ話してたじゃん、はいはいはい、やっぱそうなっちゃうんだよね、うんうんうん、別になんか専門家ぶってるわけじゃなくて、うん、でなっちゃう。なるほどね、ちょっと違うなって。そう、でもね、あのね、音は確かに僕はたまに外すの。外すけど、その分パッションでね、補ってる部分があるので、映像とかと一緒に見るとめちゃくちゃいい感じ。だから演者として見てれば別に全然いいのよ。だから音楽家として見てると、そのは歌をメインに聴いてもらって、うん、僕は結構ね、あのアクションをメインに見てもらえるといいかなと思いますよ。すごい姉ちゃんですね、兄弟、素晴らしい、すごいもん、うん、羨ましいもんね。俺今日はね、ちょっと自分の自慢をしたいんだよね。おー、珍しいね、自分からね、うん、自慢しましょう。あのね、最近俺クリニカホワイトっていうのを始めたんですけど、はい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 、東京都町田市の方でね、うんうんうん、あのね、実はね、これ FC 加盟店で募集することにしたんだよね。で、一応もうね、埼玉とかね、静岡とかもね、決まり始めてんだけど。フランチャイズってことね。フランチャイズ、うんうん、もともとね、うまくいったらそうしようっていう話をしてたんだけど、実はね、なんだろう、これ、サロンの人とかからも連絡が来てさ、話したんだけど、うん、このね、美容系っていうのはね、これも暴露話だね。ほう、やっぱりね、本体っていうか、一番最初に機械を作った人とかは、うん、やっぱ美人になってほしいとか、はい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 、綺麗になってほしいからっていうことで作ってる、うん、結構ね、化粧品会社の人が多いのよ。おー、じゃあ独立してとか、はいはいはい、お金持ちの人がそういうので作って、うんうんうん、ちゃんと特許を取ってとかっていうね、ちゃんとねしてるのよ。なるほど。ところがね、やっぱりどうしても公共工事でもそうだけど、何でもそうなんだけどさ、これ見てる大人の人は分かる、一応50代の社長とか分かってると思うんだけど、ね、間挟んで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 っていう風になるからさ、結局なんつうの、じゃあ例えばさ、俺がカズ、お前ちょっと誰か探してこいよって言うとするじゃん。じゃあこのマイクがさ、1本さ10万だとするよな、はいはいはい、そしたらこのマイクをさ、カズがさ人に売るときはさ、自分の取り分取りたいから20万って言っちゃうんだよ。でさ、そのカズが売った人間はさ、今度さ、実はさ、それもただ話だけでさ、はいはい、他のやつが欲しいって言って30万って言ったりするで、結局さ40万とかになっちゃって、はいはいはい、乗っかっちゃったりするわけだ。うん、なるほど。美容業界もすごく多くてね、うん、あのね、俺が聞いた最初の値段と今の値段5分の1ぐらい違うわけよ。おー、そうするとね、もちろん消費者の人も高くなっちゃうわけよ。ほう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 。それとあともう一つはね、講習とかをちゃんとしないの。ケアってこと？話をどん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 こう間に挟んでってるから、うん、どこまでがいいか、どこまでやっちゃいけない。うん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 、例えばハイフの機械とかなんかは、ハイフって今顔をこうね引き上げるってやつ、うん、あれはなんかこう顔のね、その筋肉とその脂肪の中の膜
に電気を通してこう釣り上げるらしいんだけど、焼いたりするんでしょ。要は脂肪をね、破壊して縮めるでしょ。で縮めてあげるんだ。ほい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 。邪魔してるものをね。なんだけど、まあ、そういうのもやっぱりこう間でもう何百万単位の機械になってるらしいの。うんうんうん、だから本当はそうでもないみたいな。だから1回のね施術料がね2万円とかなっちゃった。ああ高いって言うよね。そうで、ホワイトニングに関してはね、うん、すごい間違いが多くて、うん、今歯医者とかでやってる人は痛いっていうね。はいはいはい、はい、それはね仕方がないの。歯医者が使ってる薬は、うん、ちゃんと医師免許を持った人がねやらなきゃいけなくて、うん、でその歯茎に当たらないようにちゃんとしてるのと、あとマウスピースとかしたりとかして、はいはいはい、その中に注射器みたいに液体入れて、うん、ジェルみたいに入れてこうはめてってやるから、どうしてもそれはね薬品だからしびれるし痛いし、あちょっと強いから、うん、はいはい、ただねこのクリニカホワイトの使ってるこの機械に関してはこう薬品というよりもハーブとかね、その天然由来の成分を使って、はいはいはい、その歯の表面についた汚れを浮き出させて取る、うん、あーいいね。だから歯に直接当ててるんじゃなくて、その薬剤でそのなんていうの、天然由来のその薬を塗ったことでこうその薬に要はガムみたいにさ汚れがくっついてくるってことなんだ。はい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 、はい、だから一番最先端で、じゃあ痛みもない。痛みはないし寝ちゃうぐらいだし、あで時間はたったの8分で終わっちゃうしね1回が、はい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 、で3回放射だとねまあ綺麗だね。うん、だからねその画像とかすごいもんね、うん、で正直な話さ、2週間に1遍ぐらい、うん、ちょっと来ると、うん、もう常に真っ白だね。だから接客業の人とかもそうだし、まあ、営業マンさん、はいはいはい、あとはお子さんがいる方のお子さん、うん、お子さんとかでさ歯が茶色いとか歯が汚いっつって子供でねいじめられるんだったら、うん、そういうのやった方がいい。それ用のマウスピースもあるんだけど、ちゃんと小さい子用の作ってある。すごい、ね、全部そういうのも製造過程でやった。何歳から使えるの？お口の大きさだけど、まあ別に年齢制限はない。まあ、ね、一応12歳以上にしとけばいいかなって。紫外線当てるから、うん、はいはいはい、うん、で 55W の紫外線当ててって言ってるんだけど、ね、うん、でね今回ね実はね俺フランチャイズ募集をねちゃんとホームページでも実はね軽くしてるんだけど、ほうほうほう、ちゃんと面談ができる人、ああちゃんとバイトの採用とかするってこと？違うちゃんと話を聞いてくれる人じゃないと売らない。なるほどね。ただやりたいからただ儲けたいからっていう人とは俺は鼻も裏がない。しっかりお客さんが来た時に、うん、そことも親身になりたい。そうそう、それでちゃんとね悩み解決、はいはいはい、例えばそのセラミックには効くんですかとかいろいろあるわけよ、うん、今セラミックが安くなかったセラミックにしてる人が多いんだけど、はいはい、歯医者さんでやってるのはねセラミック使えない。どういうこと？だって歯じゃないから。あセラミックだから。セラミックには効かないんだ歯医者で。効かない、だからセラミックだから無理ですよっつって歯医者が断る、うん、だけどセラミックにだってヤニはつきゃさつくし、うん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 、ね、辛いもんつきゃ赤くなるし着色していくわけだから。どうすればいい？このホワイトニング取れる。ほえー、自然由来だったらもう浮いてきちゃう。そうだから逆に天然由来っていうのはそういう部分でいいんだよ。流行ってるね、オーガニックみたいな自然にナチュラルみたいな。だから FC っていうとどうしてもさ高いお金を取られてって年間取られてっていうあれなんだけど、俺は面談がちゃんとできる人、うんうんうん、ちゃんとお話をしてちゃんとその消費者に満足させてられるかどうか、うん、そういうところで頑張れるかどうかで決める。大事ね、うん、お客様。そう、あとはねやっぱり世の中ね仕事そんなにないから、うん、そういう中でさ仕事を取り組んでいきたいっていう方に、はいはいはい、まあ、フランチャイズの前にね先にじゃあ一回俺と一緒に仕事をしてみて、おで売り上げが上がったところで、はいはい、じゃあフランチャイズしてあげると。独立採算制度って言うんだけどね、そう独立採算してあげるよっていう形にしてね、ほうほうほう、やってるんだけど今。なんでこのねたまたまこれを見てる方、おもしね気になりましたらこのクリニカホワイト、ぜひこのホームページを見ていただければ、そのね実は下の方に、ね、ちゃんと詳しくね実はね3つの約束ごとで書いてあるちゃんと話ができる人。へえ、
熱意を持ってじゃああれだ話ができない人はダメもうお金のことばっか言ってる人ダメほらポイント1ポイント2ポイント3で書いてあるじゃんホワイトニング事業のクリニカホワイトでは電話営業や、ね、事業勧誘、はいはいはい、事業の勧誘等の営業行為は一切行っておりません、はいはいはい、はっきり言ってんじゃん、うん、ホワイトニング事業でご希望のクライアント様とは必ず面会させていただき、うんうん、詳細のご説明をさせていただきます、うん、事業展開は両者の信頼関係が必要です、うん、私たちクリニカホワイトでは小さな疑問や不安も全て解決していきたいとで契約させていただくと素晴らしいだあの簡単にあその機械安いから買いたいんですけどっていうような人には売らないあなるほどねどうしてそうなったのしっかりしてるね、うん、俺そういうの好きじゃないんだ、うんうん、であと法に触れること嫌いなんだはい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 、うん、だからほら書いてあるじゃんポイント3安全性の高いあの酸化チタンや酸化タングステンといった素材を使用しており、うん歯の表面のエナメル質を傷つけることなく黄ばみや汚れを浮き出させて除去します、うん、除去っていうと削るイメージじゃん確かにそうじゃなくて浮き出してガムみたいに取るっていうんだからなんか少しも削れないいや全然へえだから逆にね一番いいのはね言い方変えちゃうとね歯医者行って一回ね歯石を取ってきちゃって歯石を取るうん歯石取りってあるじゃん、うん、あれやってきてからやったら完璧の真っ白になるへえうんいいだからそれは昔からあるじゃん。はいはいはい。うんうん。もう30分ぐらいでやるやつ、うんうん。あれやってからだと完璧な症状。で痛くないし。はいはいはい、であのホットペッパービューティーとかに痛くないっていう表記はしないでくださいって言われてるの。それなんでだと。個人差があるから。いや悪いね悪いって言っちゃいけないんだけどこれ企業のあれだからね。でもどうしてもねど白くさせたい白くさせないとねもうクレーム言われると思って。うんでね、歯医者が使ってる薬はねよっこしてもらってね使ってる人たちがいるのよあそうするとねどうしても知覚過敏になっちゃったりとかね、はいはいはい、そういうね二次災害があるからちょっと強すぎるそう作用的に作用っていうかね使っちゃいけないものを使ってるんだからダメだよねだ免許がないけどそう免許がないのに使っちゃってるってことでしょ、うん、それ確かにあんまよくないねパワーも何も分かんないでさ、はいはいはい、やっちゃってるかだからちゃんとねそういうのも全部分かってもらった上であそうなんですねっていうふうに、うんちゃんと分かってほしいよね確かにね、うん、素晴らしいそういうところをしっかりしてそうで人も選んでるわけでしょそう最強ですね、うん、いやでもねそれは重要だよ、うん、何でもかんでもフランチャイズにすればそれは売れるよはい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 、うん、でも有名なところで言ったら吉野家の牛丼なんかいまだにフランチャイズがないじゃんあそうなんだあれ全部、うん、フランチャイズじゃないんだ言ってきたねへえで面白いこと言っちゃうとさ吉野家の牛丼の近くには必ずすき家ができるっていうねなんでだろう競争だろああ商売ってそういうもんなんじゃないの、ね、場所はどこにあるんですかクリニカホワイトはね今東京都町田市今町田、うんうん、東京都町田本店にしております素晴らしいですね、うん、そうめちゃめちゃ駅前でしょ都会あ本当だ、うん、駅から徒歩何分ですかあのね5分ぐらいうん近いねこいつこいつこいで派手な繁華街の裏っ側になるから、うんうん、まあそのあこいつホワイトニングに来たんだみたいなそんな感じではないああでそういう目を気にせずに、うん、どうだとホワイトニング行けるそうそうそうあすごいいいなんか気にする人気にするじゃんああ確かにねであとは口臭予防には完全になるよね最強だねうんだって汚れが取れるんだからさやにくせえなこいつっていうふうにならなくなるわけだから、うん、まあ俺なんかが言ってもさあれなんかかもしれないけど、ほら、ほら白くなって、おおいいね。うん、俺まだ2回しかやってないんだけど、2ヶ月なんで2回しかやってないんだよ。はい、おわすごい。ね、ビフォーアフターですよ。こんだけ白くなる。アフター。これ、いやだからそんだけね生まれてきてから飯食ったりなんだりしてるとこうやって、ね、汚れるんだよ。元の歯なわけだもんね、アフターが。だから言うたら元の歯に戻すっていうことだから、画期的だと思うんだけど。まあそうだね、うん、だってさ、生まれつき歯が黒い人はいないでしょうよ。確かに、見たことないかもしれない。生まれつきちょっとさ、あの茶色い人とかさ、うん、顔が茶色い人とか、うんうんうん、ねえ、生まれつき顔がさ、ちょっとさ、ねえ、ちょっとあのオタフみたいな顔してる人とかいるけどさ、そういう人はあの親呼び出すじゃんね。
なるほどね。製造元の問い合わせだよね。まあちょっと来いよっつって歯はもうだから戻したらこうなる。でも歯はね生まれつきね、子供でさ生まれて歯が生えてきてからさ、で大人の歯に変わってさ、うん、歯が汚い、まあ、歯並びが悪い人はいてもさ、うん、いきなり茶色い歯が生えてくる人いないでしょ。なるほど。そんな西成のおっさんじゃあるまいし。ないのよもう歯が。あ、ないんだ西成のおっさんは。いやお前ほらおっさんが壊すって言ってるけど橋本は言うてお前なやお前そうだ、映ってきちゃうからそういう人。足元足の家壊せあかんねえわ、家持っとらんけどな。肘は何なのか。いや肘じゃないんだよ。なな大体こう半身薄いだからね。動かないんだ。わしが飲んどるお前大関お前これ飲みかけやけど130円で買うて戦いそうよそれ。130円で買うてって絶対言うから。あ、本当。絶対言う。いいねいいね。お前俺の飲みっぷりよ見とけよお前。何やお前買うてやり始めたら僕がそれでもいいじゃん、ママ活できそうよ、うん、しかも途中まで行ったところでうわ結構きついなこれなっつって、あ、可愛げがある。いや、うん、母性本能くすぐるなんかうるさいと警察呼ぶよって女帰るわーっつってどっか行く。帰るんだ西の様子最高大好きやね。アイリン地区万歳や。素晴らしいね、文化だね。文化ね、あれはもう文化、ね、面白い。そうで、カズからの質問は何かあるの？私からの質問ですか、うん、どうしようかな。じゃあなんかいくつかしちゃっていいですか。うん、1個ぐらいいい。35分だったらメモをしておりますので、あと4分したら歌かける。いいよ、分かった。じゃあその間でバンバンいきましょうか、うん、いいよ。じゃあ、はるきまさよしに質問コーナー行かせていただきます。はいはい、何でも答えちゃいます。はい、はい、はるきまさよし、捨てられないものは。捨てられないもの、捨てられない、ギター。あー、思い出がある。いや、ギターはね、実家にも家にも絶対捨てられない。何本ぐらいあるの？実家に7本。7本。いえ、今の家にね。2本。9本。9本。すごいね。壊したギターは10本以上。おー、パフォーマンスでってこと？ライブで首で回して飛んでっちゃったりとか。スラップ切れて。首で回すのマジで怖くてできない。ノリノリになっちゃって首でガーってやってたら、スラップ切れちゃって飛んでっちゃって、ネック折れちゃったよ、フェンダーとか。人に当たんなかった？あのステージ上で。あー、よかった。すげー、うん、ギターはね、捨てられない、ピックはなくすことはあっても捨てられない。あ、なくすね。確かに捨てはしないよね、ピック、うん、最後まで使えるしね。使う、ピックは使えなくなることないんじゃない？うん、ねえ、ライブパフォーマンスすごい投げるけどね。あ、うんうんうん、なんつうの、スタンドマイクのやつとかをね、スタンドマイクに俺こうベーって貼ってて、はいはい、あれもかっこいいよね。両面テープでバー貼って、うん、でわーってこう弾いてんじゃん、うん、わーって弾いてる時にピュンって投げてからこう取ってもらった。あと落ちた時とかにもそっか拾うように。ドラムをなんかちょっとやってた時もスティックここに何十本も持って、うん、でこうでヒュンヒュンって投げた時にヒュッて取ってこうやってこうやってやってたもんね。何の楽器やってたの？俺ギターとドラム。ギターとドラム、うん、いいな。でもほとんどが俺ボーカルだったから。はい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 、はい、目立ちたがり屋だから何でもやりたがるの。あー、いいね。目立ちたがり屋が結局なんか何でもさやりたがってさ。じゃなきゃラジオなんか出てねえだろうよ。確かに確かに。はい、次の質問。はい、行きましょう。じゃあ、おしとやかに好きなお花は何ですか？あ、バラ。バラ？赤いバラ？白。おー、白バラ？白のバラ。白のバラ、うん、なんで？あのね、映画の影響。なんていう映画？言っていいの？傷っていう。分かんない。あの傷っていう昔のね、893の映画でさ。あ、なるほどね、893の映画でさ、傷っていう映画があってさ、陣内孝則が、ね、ほう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 、俺がさ、白いバラをさ、一輪挿しで、うん、好きな女の人のっていうか、まあ奥さんにね、はいはいはい、必ず持って帰る。へえ、かっこいい、うん、ロマンがあるね。ね、あのね、実在した人物のドラマなんだけど、へ、花形系っていうね、ほう、昭和のね、はいはいはい、元安藤組っていうね、ほう、安藤昇率いる安藤組って渋谷工業っつってね、うん、東工業か、東工業っていうのの、まあイケイケの人だった、はいはいはい、もうバリバリの捨て頃の喧嘩野郎っていう、あ、いるんですね、もう武器を持たずに喧嘩する。へえ、じゃあ相当強いんだ。そうで、銃向けられて銃に手当てて、オラーって言って手のひら打ち抜かれちゃうような。うえ、かっこよ、うん、昭和の人だからね、はいはい、だけどそんな喧嘩早い人で喧嘩強い人でも、自分の奥さんにはあのね、白いバラを一輪こう買ってくる。なんで白いバラなの？かっこいいから。あ、違う、バラじゃねえ、チューリップだ。
全然違うのよ。全然違うの。だって俺からさ、そんなの出てくるわけないじゃん。ほら BGM 止まっちゃったじゃん。そうね。BGM 止まっちゃったから2曲目流すのに流しようか。流しちゃいましょうか。そのあたり今ね、一生懸命花形系を探してると思う。ああ、白いチューリップだったの？白いチューリップ。ああ、いいね。チリ、ね。花言葉とかありそうね。知らんけど。いいね。花言葉作ろうか？作ってください。じゃあ白いチューリップ。花言葉は、はい、タバコが吸いたい。はい。それでは2曲目いきましょう。これもうね、これね、あのほらアシッドだったじゃん、うん、アシッドからのね、次の本当に BGM 流さないのまあいいや、アシッドからのね、あの流れで、普通だったらそっから新しいの行くじゃん、はい、そうね、そっからね、あえてね、ジャンルに戻した、ちょっと少し前にやったバンドね、そう、アシッドの前にやったバンド、アシッドの前の、まあ要は林には変わんねえんだけど、はいはい、安則には変わんねえんだけど、あのね、それでジャンルだらけでね、これ聞いたことあるんじゃないかな、霞行く空を背にして、多分あるよ、あのアニメかなんかの歌じゃなかった、うん、なので2曲目いきます、はい、それではジャンヌダルクで霞行く、はい、どう、こういう明るい歌、
本当ね、だからあれなんだよ、俺の時代にね、暗い歌ってないんだよ。あ、確かに今は結構もうみんなさネガティブでしょ。だって俺の時だってさ、みんな知ってるよ、負けないこと負けな負けないこと負け負けないこと負け負け負けことみたいなさ、大事マンブラザーズ、はい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 、いい曲ですね。心配ないからあげでしょ。なんて言ったの？え、からあげ？方言？君のお持ちが。でもな。そうやつ。なんか。似てるね。ね。いやちょっとね。はい。はいはい。どん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 合わせてくるよ。そう。でもね、その瞬間に歌わなくなるね。俺ね。どん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 。そこに愛はあるのかいって話。な、そなんだっけあるね、そういう CM ね。本当。心にダムあるのかいって話でね。はいはい、今ねちょうどね曲間に流れたスマイルっていう事務所なんですけど、はいはいはい、これがですね、私たちあのカラーズ所属パーティーメイソン。株式会社のスマイルという事務所でございます。はい、まあ、僕はフリーでやってます、ね。私はね、あのこのこうやつにもね三大言ってるんですけど、今はねポコチャ、ラインライブ、エブリライブ、ビゴ公認ってなってますけど、これ17の方も公認になっております。はいはい。で、ライブ配信で世界の人に笑顔をスマイルへようこそっていう感じなんだけど、これちょっと下に、はい、下から上上げてスクロールしてください。これをじゃんじゃんしてください、じゃんじゃんしてください、止めていいっていうまでしてください、携帯自体で仕事ができます、インフォメーションで、まあ、事務所の、ね、費用とか一切かかりません、毎日しないとダメですかとかっていうのもありますね。で LINE で申し込みをくださいっていうことでね、これ所得実績例としてね、あの1ヶ月目で13万円の報酬でしたとかね、66万円の報酬の人もいます。で2ヶ月目で21万円の報酬の人もいますし、91万の報酬の人もいますと。でやっぱね、あの別に美人だからってわけじゃないです、まあ、これ4人とも美人です。ずりーなおいだけどどちらかというと俺あれだね、この A さん6ヶ月目91万、うん、これ俺近かったね。これ3桁いってた。うわすごいね、うん、配信ででこのラジオ番組スポンサー募集っていうのを書いてあるじゃん、これちょっと上げてくださいね、はい、これでね、はい、インターネットラジオこうやって春木正義これね上げてますよね、はい、これもどんどん下下がっていってもらって、はい、こうやってね、あのこのラジオの状態でもみんなにね、はい、あのライバーさん紹介とかもいろいろしてますんでね、うんうん、ここからライバーさんで、ここのここに書いてあるこれが株式会社ワンというんですけど、はい、そこが一応そのスマイルの会社になりますね、うんうんうん、でワンの方はね、あの別のいろいろ事業をして展開をしておりまして、はいはい、今もすごい事業展開で、うん、一部上場するんじゃないかっていうレベルですごい勢いでいってるから、産業廃棄物から何か全部やってるからね、そういうところまでやっちゃったからね、ホームページが落ち着かない状態になってるからね。ああそうなんだ、うん、すごいなと思って、もともと後輩なんだけどさ、うん、まあ一生懸命頑張ってて、ここの自分ここのね局にも一回来てる。へえ、タイトルコール取りの時来てるのよ。はいはいはい、局長とかと話してるんだけど、うん、まあ真面目よ。まあ、うん、そうね、そうなるよね。真面目だよ。昔あんなに悪かったとは思えないぐらい真面目だよ、はいはい、悪かったんだ、うん、昔は悪かったけどね、この前3発殴られたらしいからね。どういう状況？いや、わかんない。なんか、なんつうの、こう、昔だね、お酒の場で、あ、はいはいはい、昔だね、最近か、お酒の場でね、うん、あのお酒飲んでたら、うん、あの人違いでいきなりね、横から3発殴られたらしい。人違いで、そんな。えって言ってね、すごいね。でもね、昔だったらね、多分ね、劣化のごとく言ってたんだろうけどね、あの、何ですかって言ったらしいからね。起業家だよ。やっぱそうですね。さすが上に立つ人。そう、でも本当はね、そういうね、我慢強い人間なんだね。うん、だから俺もね、1年以上ね、その吉田の下で、うん、吉田を見越しで担いであげようと思って、一生懸命ライブ配信もやりましたもんね。それ3桁言ってるんですよ。3桁言ってる。でね、やっぱ、よくね、この配信業の中でよくあるのはね、抜かれる抜かれるっていうのよ。ああ、はい、はいはい。事務所入ったら抜かれるんでしょ、うん、とか、うん。これね、事務所入って抜かれるんじゃなくてね、事務所なんだからそれなりの対応してくれてます。はいはいはい。それだけ手厚いサポートがあったサポートしてくれます。そうよね。ねうちの事務所に関してはね、本当にね夜中でも LINE 返してくるぐらいだから、わかんないことがあったりとか。すごいね。例えばねライブ配信してたらね、正直な話リスナーさんでストーカーみたいのがいて、やっぱね居場所を特定しようとしてきたりとかいるわけよ、はいはいはい、年齢特定しようとしたら本名特定しようと、はいはいはいね。あなただってよく言われてるでしょ、はい、お姉ちゃん何歳とか。ああはは。俺だってあなたのお姉ちゃんの年何歳って俺が聞かれたことあるの知らねえの、会ったことねえんだからさっつって笑い話だったけどさ、いやいやいや、どんだけ仲いいと思われてんのって。ちなみにあなたのお姉ちゃんと俺事務所も関係ないからね。そうなのよね。
だって僕の姉もフリーでやってるから、どこにも所属せずに個人でやってるからね。でもね、フリーとね、じゃあ事務所ライバーのさ、違いって何だと思う？なんだろうな。実はね、これはね、どんなね配信事業でもそうなんだけど、フリーライバーさんがね、何かあった時に、問い合わせするじゃん、運営に問い合わせ、運営さんに、はいはい、そうするとね、2日後に必ず帰ってくることでね、その答えはお答えできません。あ、マジで、なんで？え、だって別に返す必要ないじゃん、めんどくさい。へえ。だけど、あの事務所ライバーの場合は、うちの岡の場合はもうその社長の方から運営にどうしてですかっていう電話を入れるから、そしたら即答で返ってくるから。あ、すごいね、2日待つこともなく、こうですよと理由も加えられ、あとはあの事務所ライバーだとストーカーとかに会いましたって言った時に、はいはいはい、社長に言うとアーカイブっていうものがあって、はいはいはい、その例えばアーカイブ自分たち個人で消せるじゃん、うん、だけどね、実はね、ちゃんと運営には残ってるから、お、はいはいはい、そのアーカイブをちゃんと運営が見て、うん、でそれから携帯電話のさでみんな登録してるから、うん、ツイッターでも何でも、はいはい、どっかかんかで紐付けされてるから、その相手特定してちゃんと相手に注意の電話入れてくれるから、へえ、電話で行くんだね、うん、電話で行くよ、すごいね、書面とかじゃないよ。でそれでも言うこと聞かない人はもう警察の方に連絡しますよっていう、弁護士入れて金取るよとかじゃなくて、はいはいはい、もうちゃんと犯罪としてあれしますからね。うん、ネット犯罪は多いから、そういうところで事務所っていうのがね、強いんだ、強い、手厚いね、うん、そう、その中でも女性とかだったら特に安心かもね、うん、だから女性の人は特にね、あとね、うちの事務所なんかはね、正直ライバーさん7000人抱えてるからね、多いね、マンモスじゃんねで、しかもなんつうの、その所属事務所って言ったらいいのかな、代理店かな、代理店ももう100社超えたからね、へえ、うん、だから、ね、でかい事務所になったからこそ余計に手厚くねできるようになったの、はいはい、スタッフがそんだけ増えたから。うーん、さっきもね、はい、今この放送中なのにね、 LINE が来てね、マネージャーの〇〇ですって言ってね、ああじゃねえこうじゃねえって書いてあったけど、なんてタイミングのある男だろうなと思うんだ何のマネージャーさん、それは。ね、配信、そのライバーさんを応援する、応援するっていうか、応援するってサポートしてくれるの、今日はメーターが高いですよとか、あ、そうなんだ、今日は配信者の人数が多いからあれですよとか、頑張ってくださいねとか、そういう情報もらえるんだ、そういうの全部くる。おー、ただね、タイミングが悪いからぶっ飛ばしたのかなと思って俺何回かね、返したのタイミング悪いんだよつって、へー、ちなみにね、うん、スマイルのね、いいところは本当に事務所のライバーがみんな仲良くやってますんで、うん、ぜひね、もしね、ライバーになりたいなと思う人はスマイルの方ね、ぜひ、スマイル所属だもんね、そうだね、はいはい、だから俺の方に DM していただいてもよろしいし、春木正義で、はい、あらゆるね、配信サイトを見るとね、必ず出てきます。なんだったら春木正義ってサファリで検索したら出てくるから、ね、はいはい、いっぱい出てくる、インスタグラム画面出てくるから嫌になっちゃうんだよ、顔とかね、いいじゃん顔でね、ところでね、ちなみになんだけど、はいはい、俺の今週のおすすめドラマ、おすすめちょっとギリギリなんだけど、はい、時間が押してるんだけど、はい、ちょっと紹介してもらっていいかな。じゃあここに書いてあるあらすじを読みますね。うん、俺ね、韓国ドラマなんだけど、はいはい、トッケビっていうんだ。あ、すごい出てきた、うん、これがね、いいんじゃないかなと思って、ね、どうぞお願いします。今週おすすめのドラマ、トッケビ、うん、あらすじ、幽霊が見える女子高生チ・ウンタクは、うん、幼い頃母を失い、意地悪なおばとその息子娘の元で暮らしていた、うん、ところがある日トッケビと出会い、自らがトッケビの花嫁であることを知る。トッケビは1000年の昔、謀反の冤罪で処刑された武将キム・シンがこの世に思いを残すあまり、刑に使われた剣を胸に刺したまま現世にとどまっているのだった、うん、この世界でただ一人、花嫁だけがその剣を抜くことができるのだが、それはトッケビがこの世から消えることを意味する、うん、これね、ちなみに今のこの画像見てわかる、太陽の末裔のね、監督、脚本家かける超人気コンユな、コンユっていう人はまあ、韓国ではすごいさ有名な俳優さんなんだけど、はいはい、これね、太陽の末裔の監督、うん、太陽の末裔っていうのもドラマなんだけど、名前聞いたことある、ラブコメで、うん、まあね、すげえいいって言われたんだけど、2019年だったかな、あのドラマなんだけどね、はい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 、それ特急便はその前のやつね、まあいいよ、死神が出てきてね、死神が恋愛しちゃったりとかね、かなりファンタジーよね、うん、ファンタジー、ファンタジー、武将だって出てくるのね、ケビの花嫁、1400年の話かな、へえ、違う、1100年だ、1100年に、うん、そのあれなんだよ、その
将軍が強すぎちゃって、うん、それで攻めてくる人たちバッタバッタ倒すわけだよ、はい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 、そしたらさ国民がみんなさ将軍将軍ってなるわけだ。そしたらさ、はいはいはい、国王がさ嫉妬して、はいはいはい、でそのお父さんから代替わりした時にその息子が殺しちゃう。でその剣が刺さったままで、その刺さった状態で荒野に捨てられるの。はい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 、埋葬されないの、はい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 、でそれもずっと刺さったままになって消えてくんだけど、そしたらあの神様があなたは人を殺しすぎたから、うん、あの永遠の命を与えるっていう。で花嫁だったら抜けるよ、抜けるっていうすごい罰を与えるっていうね。ラブだねじゃあ、うん、だからいいドラマだから、もしねよかったら皆さん見てくださいと言いました。というわけでね、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ね、長生きしちゃってごめんね、懺悔旅、年寄りの冷水編の、高田純次でございました。バカ野郎、それたけし、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 もっとなんか、うん、どうせならもう小林とか言えよ。バカ野郎、うん、似てねえ。もうちょっとモノマネ頑張ろう。じゃあ行くよ、せーの、最後行くよ、せーの、サンキューな皆さん、ありがとうございました。また来週、また来週、また来週、また来週。